皆さんこんにちは、みかみやです。グレイルルックブック始めていきます。最近少しだけ痩せました。でもね、まだまだ私の目標体重ではないので、もう少しダイエットしたいと思います。皆さんも一緒にダイエット頑張ってる方は頑張りましょう。まあ夏も始まりますしね、腕とか足とか出す機会も増えてきますし、痩せた方がね、華奢に見えて可愛いですよね。ということで1着目はこちらです。夏といえばみたいな格好がしたくて、こちらのキャミワンピとシアーシャツを選びました。私はやっぱり夏は真っ白なキャミワンピに淡い色のシアーシャツが着たくて、こんな感じの色味を選んだんですが、いかがですか？やっぱりシアーシャツは夏は1枚持っておくととても便利ですよね。こうやって肩を落としてきたりしたらすごく女度マシマシだと思います。そして夏といえばやっぱりカゴバッグを選ばせていただきました。今回はまあ夏っぽいバッグをね、結構グレールで頼んだので、いろいろ紹介していきたいと思います。今回はぴったり1週間コーデを組みました。本当にね、全部のコーデとっても可愛く仕上がったので、ぜひ楽しみにしていてください。うちの愛犬たちがとっても映り込んできて、それも癒されるので最後まで見ていてくださいね。あと撮影の時に、ママもいてカヘミもいて、とっても賑やかに撮影しておりました。なのでいつもよりちょっとわちゃわちゃ感が味わえると思います。騒がしかったらすみません。次のコーデはこんな感じで、ちょっと珍しいブラックを選びましたね。ニットワンピでかなりミニ丈でした。これね、ちょっとねサイズ S だったんですけど、私身長 160cm で M でも良かったかもしれないですね。ちょっとワカメちゃんになって、外歩くなら M の方がいいかも。身長がねもうちょっと低めの方は S サイズでいいと思います。中にまあショートパンツとか履けば全然気にならないのかな。にキルティングのハートバッグを合わせて甘めのコーディネートに仕上げました。でもブラックとホワイトなので、まあそんなに甘くなりすぎず大人も着れる、はい、甘めコーデです。このねワンピースめちゃくちゃ形綺麗で可愛かったですね。足も長く見えるし、まあ、私骨格ウェーブなんですが、骨格ウェーブさんはとても似合うと思います。はい、続いては最近流行っているね、こういうシフォンのトップスを着ました。ね、後ろがねちょっと上がっていてね、それをねママがね履いてきます。ちょっとこれママに使われたら怒られるかも。これ使ったらまあいっか、一瞬だしね。みんなママに言わないでくださいね、映ってたことは。はい、こんな感じのコーデになりました。めちゃくちゃ可愛くないですか、このコーデ。私結構ねこの中でも、まあ、一番お気に入りぐらいお気に入りでございます。やっぱり甘めのトップスにデニムっていうのが夏ならではでとっても可愛いと思うんですが、このデニムがすごい足長効果があって、すっごいね顔が小さく見えて足が長く見えました。で鎖骨が見えるのもポイントなのかなと思います。すごいね安っぽくなくって、このトップスめちゃくちゃ可愛いです。あとこの、夏っぽいバッグもとっても、まあ、お上品にも見えるし使いやすいかなと思いますね。なんかすんごいこの時はしゃいでるのよ。てかね、この日、まあ、お仕事いろいろ終わってもう疲れきってたんだけど、ナチュラルハイってやつ、もう早くご飯食べたいけど、この撮影は早くしたいし、でも楽しみたいみたいな、もうナチュラルハイになってるやつ。でもすっごいね今までで一番賑やかに楽しく撮影した気がします。続いてのコーディネートはこちらです。もうザ・お嬢様コーデ。夏は私はこういう落ち着いたネイビーカラーの、まあ、お嬢様っぽいワンピースも着たくなるんですが、このワンピースめちゃくちゃ形が綺麗でした。ウエストも細く見えるし、パフスリーブもすっごい綺麗に出てて、シルエットがとっても綺麗で、なんか安っぽくないですよね、生地感も。で小物はオールホワイトにしてちょっとお上品に夏っぽく涼しげに決めてみました。このコーデもすごくお気に入りでございます。フラットシューズだから歩きやすかったですよ。でもね、ここで問題が起きたの。私の親指のネイルが取れましたそれを今ね、ぶつくさぶつくさもう最悪とか言ってんの。でもね、次の日ネイル行く予定だったから、まあ直してもらえばいっかとか言ってなんかブツブツ言ってます。なんかさ、ネイルがさ一つでも取れるとさ、すっごいショックじゃない？しかも割とね、直したばっかりだったからショックだったの。まあでもそういうこともあるよね。はい、続いてはこちらです。珍しくミントグリーンを選びました。私はあんまりこうグリーン系を選ぶことないんですけど、やっぱりね、夏は涼しげにこういう鮮やかなグリーンを着たくなりまして、お姉さんっぽいコーデにしたかったので、ちょっと緑に挑戦してみました。しかもこのカーディガンがすごい短丈で、めちゃくちゃスタイルがよく見えるんですよね。ちょっとチラッとチラリで、私割とまあ胸のボリュームがある方なんですけど、あんまりこうボリューム感も目立たなくなって華奢見えするなぁと思いました。このワンピはね、すごくね万能ですね。別々でも使えるし、グリーン可愛いですよね。はい、次はミミちゃんが登場しましたね。はい、カメラの方に寄ってきてとっても可愛いです。私の方を見ておりますちょっともじゃもじゃになってきたのでトリミングですね、もうすぐね。はい、続いてのコーデはこちらです。このワンピースは去年からすごく気になってたんですけど、完売していて買えなくって、今年やっと着ることができて、とってもハイテンションでございます。なんといってもこのくすみカラーのピンクが私は着たかったんですけど、やっぱり王道の夏に、まあ、白もいいですけど、こういうねくすみピンクとか着ると一気におしゃれに見えて、ちょっと女の子らしくって可愛いかなと思います。大人も着れるピンクなので、すごい着やすくて軽くて、まあ旅行とか行く時に1枚持っておくとすごく便利かなと思いました。でね、これねちょっとね編集してから気づいたんだけど、ごめんね。最後のコーデ、こちらのデニムのトップス、私表裏じゃない、前後ろ逆に着ておることが発生いたしました。申し訳ございません。私が、着てるこの前が後ろということです。つまりチャックが前ということです。でも着れたということは、まあ前後ろ逆でも着れるトップスというちょっとなんか丈が若干短いなとは思ってたんですけど、私の着方が間違えてたみたいで、ちょっとごめんなさい本当にね。でもなんか可愛く着れてる気がして、これいいじゃんと思ったんですけど、ちょっとね前後ろ逆だったみたいです。ごめんなさい、着方を間違えて。でもコーデ的には可愛いよね。うん。じゃあバイバイ。